おはようございます。今日はですね、ボス製品をほとんど使ってないという話をずっとしてたんですけれども、よく考えたら身近に使ってるボス製品がありました。それがこちらです。ボスの DB60 です。メトロノームはですね、確かにずっとボスを使ってますね。結構何台もね、使い潰してるんですよね。あの大きめのやつも使ってはいたんですけれども、すごく便利でね、何の火の打ちどころもないんですけど、とにかくたくさん使うので結構消耗品として買い替えてます。最近はちょっと携帯性を重視して DB60 を買ってみましたが、これがね、なかなかどうして素晴らしいんですよね。コンパクトなのに音もそれなりの音量出ますし、でね、使い勝手もかなりいいんですよね。だからすごく最近はもっぱらこれを使わせてもらってます。ちょっと音鳴らしてみますね。ボリュームを、今これが最大です。少しずつ小さくしますね。こんな感じ。まあ、無音ですよね、ほとんどね。ほんとかなり小さい音から、それなりの音量まで。もちろん、まあ、大音量で使うってことは、単体ではできないんですけど、イヤホンアウトがついてますから、ここですね。見えるかな?イヤホンアウトがついてますんで、割とね、そこから、タグにつないで音量を出すことも可能です。 iPhone とかもね、クリックのアプリたくさん入ってて、それを使うことも全然できるんですけど、練習風景を録画したり録音したりっていう使い方をする方が多いです。なのでメトロノームはね、専用機があった方がなんだかんだ便利じゃないかなと思ってます。まあ、ライブなんかでもね、こう光がこうやって出ますんで、でこれ足元を置いといてそれを見ることもできますし、友人のドラマーの方もみんなこれを使ってますという話もされてました。なのでね、 DB60 とかね、かなりおすすめです。これよりコンパクトでもいいんですけど、やっぱりヘッドホンジャックがついてる方がやっぱり何かと便利なんじゃないかなと思いますので、もしメトロノーム新しくしたいという方がいたら、ちょっと一回チェックしてみてもいいんじゃないでしょうか。いかがでしたでしょうか。それでは今日はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。